リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリンとです。はい、本日はね、うららちゃんの動画の、最新版のご紹介でございます。この動画が上がる一本前にね、あの旧うららちゃんの掲示がね、高さのある状態のものの方ね上がってるとは思うんですけれども、今回はねこの子が足をねちょっと麻痺状態になってしまったので、その状態に合わせた掲示のレイアウトになっております。はい、前のはね取りだめしていた動画にもなりますし、またそのね時のケージのレイアウトを知りたいよっていう人もいたので、動画はアップさせていただきました。ただ最新版はこのような状態になってます。はい、びっくりするぐらい元気いいんですけど、万が一ね高いところから落ちてよりね足とか悪くしちゃったらというところで、そうならないようにケージのレイアウトを変更しております。で、変更としては、縦置きだったのを横置きにして、広さを確保して、下でね、寝れるポーチと、うららちゃんがね、気に入ってる、ご褒美ボックスね。もうなんかあの中で寝てるんですけど、あのボックスと、ブランコ、そして、はしご、そしてあそこにご飯類がね、置いてある状態になります。で、ご飯類の場所は、もしかしたら場所を変えるかもしれないです。ちょっとこう置きながら、ここにね、足とか突っ込んじゃってね、冷えちゃったりしたら、それはそれで体力奪われちゃうと思うので、体力奪われないような、ような状態にはしたいと思ってるので、使ってみて餌の位置っていうのは変えていくかもしれないです。で、ここね、ちょっとこの、ラックね、縦置きにしてるので、こういう感じで。ちょっと複雑なね構造になってるんですけど、これデッドゾーンがあって、そのデッドゾーンもし入っていくようだったら、ちょっとそこはね何かクッションか何かを入れて埋めようかなと思っています。まあもし入ったとしても、全然出てきたり入ったり入ったり出たりってできると思うので大丈夫だと思うんですけど、例えばここに足突っ込んだりとかね、顔突っ込んだりっていうのを目撃したら、そういうのはね控えてやめさせてあげるようにしたいなと思っております。で、下で寝れるようにもなってますし、直接ね、ヒーターっていうのもちょっとあれかなと思って少しだけハンカチを引きました。で、あそこはうららちゃんがお気に入りのボックスなんですけども、早速あのボックスの中でね、ゆったりしてる。元気そうなのはいいことですね。ご本人はね、あれなんか足おかしいなぐらいにしか思ってない感じがします。が、まあ、あんまりね、その状態を続けていくのもよろしくないので、様子を見ながらっていうところですね。で、グルーミングがですね、自分でなかなかできない可能性があるというお話だったので、1週間から2週間に1回私の方でシャワーを浴びさせてあげて、体を洗ってあげるという流れを取りたいなと思っております。実際に動物病院の方でもね、やり方をちょっとレクチャーしていただいて、あんまりね、水に強い生き物ではないので、上げた後ですね、的確に処置をして、体が冷えないようにっていう形を取ってって感じですね。犬猫に比べると、ちゃんと早く温めてあげたりとか、ドライヤーとかもね、ちゃんとしてあげないとっていう形でございます。はい。なのでね、シャワーって難しいんだなって思いながら、シャワーというかお風呂はね、難しいんだなと思いながら、レクチャーしていただきました。はい。ちょっとね、そんな感じでグルーミングしてあげようかなと思います。あとね、ツイッターの方とかでもいただいてた、排尿、糞尿、うんち、おしっこ大丈夫ですかっていうのを伺ったんですけれども、うんち、おしっこはしっかりしております。ただ、どこでもしちゃう感じなのはね、相変わらず変わらないので、ポーチの中でいっぱいしちゃうと、体がね、冷えちゃう可能性があるので、その辺もね、気をつけながらってところです。本当なんか骨の異常っぽいですね、神経の中でも。下半身が完全にっていうことではなくて、足、尻尾。なので、骨が関連するところの動きが良くないっていう状態なんですね。なので、脊髄の神経のところの下のところかな。腰の脊髄から下下部がね、動きが良くないというか、何かこう、麻痺してしまっているんじゃないかなっていう状態ですね、見ていると。はい。ちょっとね、
その伺ったやつだと脳に関連すると言ってたんですけど、脳からね脊髄の方まで神経はねつながってますので、その神経の末端の方に行ってしまったんじゃないかなというところもね感じます。まあ、まずはねご飯には薬混ぜてますので、それを食べていただいてちょっとずつでも良くなっていくといいなと思います。ちょっとねすぐ解決するような内容ではないので、徐々にゆっくり様子を見ながら回復をね待ちたいと思います。ということでね、本日は、こちらのうららちゃんのね最新記事のご紹介でございました。ということで以上ミントでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リントでした。バイバーイ。